はい、皆さんこんにちは、T プロ UG ホンダチームオーナーの手島祐介です。昨年引き続きですね、我々のチームは、アジア選手権に参戦するんですが、今年は昨年にとはちょっと違うスタイルで、チーム体操を築きました。というのは、アンダーボーンチームを率いる、チーム UG の方と、うちがジョイントしまして、今年は 600cc とアンダーボーンの 130cc のクラスとジョイントしまして、計7台の大きな体制となりました。これもですね、多くの皆さんの応援と、スポンサーの皆様、そしてホンダの皆様に支えていただいているおかげでございます。本当にありがとうございます。今週ですね、いよいよセパ開幕しましたけども、これまでの今あの流れていくと、予選 600cc アンダーボーンクラスともに、数字としてはいまいちかと思われがちですけども、レース内容を考えるとですね、かなりアベレージタイムがいいところまで来てますので、明日要期待ということで、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。アジア選手権、SS600 クラスに参戦する、チーム名は、T プロ UG ホンダ、小山智之です。昨年に引き続き、アジア選手権に参戦させていただけることになり、ありがとうございます。昨年は開幕戦から、チーム1年目ということで、非常に、作り上げる部分で大変な部分もありましたが、今季は、2年目ということで、いろいろと、データベースがあるので、最初からスパートをかけるように頑張っていきたいと思います。今日の予選は一発のタイムはなかなか出なかったんですが、決勝に向けてアベレージタイムではすごく自信があるので、ちょっと予選10番手と、4列目でしたが、決勝ではベテランの走りをして、上位に進出できるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。アジア選手権に参戦している岩田悟です。チーム名は T プロ UG ホンダ、ゼッケンは34番です。去年に続き、今年もこの場所にいられるのは本当に多くの方の支援だったり、本当にいろんな方の協力のもとでここにいると思っています。感謝の気持ちを忘れずに、今シーズン、精一杯戦っていきたいと思います。で今日の予選なんですけども、昨日フリー、ワン、ツーと走って、それなりにちょっと悩む時間も多くて、厳しい状況の中でも、本当は3列目までには並びたかったんですけど、ちょっとそれがクリアできなくて、ちょっと自分の中でもフラストレーションが溜まってますけど、明日の決勝に向けてはチームメカニック、スタッフと いっぱい話をして、明日のレースちゃんと戦えるように、そしてなおかつ結果が出せるようにね、頑張っていきますので、34番、そして T プロ UG ホンダの応援をよろしくお願いします。 Thank you. Hello, my name is Muhammad Fadli Mahmudin. This year I racing with the team T pro UG Honda, and then many thanks for opportunity in the my team for the Asia Road Racing Championship. Thanks with the another sponsor, my wife and then my family for this opportunity. And then thank you very much for Jun Sang and the Tesima Sang for opportunity this. And I hope best to this team, T Pro UG Honda. Thank you. Okay, my name is Sharu Yuzi, the team owner of in Underborn. I'd like to say thank you very much to Honda and all the rest of the sponsor, and then thanks to Tesima. Because we are collaborating this year, and I hope our collaborating can be better time to time. And then we have a good rider in 600, and we have Koyama, Iwata, and Fadli. So we hope they can give us some tip for our underborn rider, and they can give as an example, like an icon for our team. So we hope our collaboration can share some good thing for the future. So anyway, this is the first race. We try to find some solution is the best way, and then we hope
we can improve race by race. 今年からアジア選手権アンダーボンクラスに参戦する原大河です。今日の予選では9位という結果でしたが、明日の決勝では9位という結果を気にせず、どんどんトップ争いに加わって、ラスト3周ではちぎって優勝したいと思っています。応援よろしくお願いします。